こんにちは、ザツです。今回は金沢にあるフォルツァ金沢に宿泊します。最後まで見てくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。フォルツァ金沢は金沢駅から東に徒歩10分程度の位置にあります。また市場の蓮向かいに位置します。観光するには非常に便利な位置です。2019年の10月にオープンした新しいホテルになります。金沢って新しいホテルだらけですね。どこに泊まっても外れがないです。激戦区です。まだまだ外観は相当綺麗ですね。中も金沢をイメージした素晴らしいものでした。入ってすぐにアルコール消毒をします。コーヒーマシンは24時間使えるようになってました。ですのでお部屋にコーヒーはありません。そしてこの機械で体温を測ります。はい、チェックインご案内いたします。Wi-Fi のパスワードやウェルカムドリンクのご案内記載しておりますのでご確認ください。はい、1階のエレベーターご利用の際、ルームキーを下のパネルに挿してからご利用してください。はい、また地域共通クーポンが1000円分ついております。こちら、明日まで有効でございます。ご確認ください。はい、ではお客様についてはあちらのアミニティ無料でお取りいただきます。ありがとうございます。アメニティはこちらからいただいていきます。入浴剤などもあったみたいです。私はドリップコーヒーをいただきました。結局飲まなかったんですよね。下にコーヒーメーカーありますもん。後で思い出しました。エレベーターは2機なんですけど非常に効率が良かったです。街がですね少ないんです。ホテルいろいろ泊まりましたがエレベーターもいろいろありますね。数が少なくても効率よく動いてくれるエレベーターもあります。お部屋までは廊下をぐるりと回りました。最近はこんな感じなんですね。清掃が実はまだ終わってなかったようでお邪魔しました。到着しました。ルームキーはカード式で置く場所がないんだな。逆に刺すタイプじゃないですね、ここは。で、入居しと金庫があります。金庫久しぶりに見ました。シティホテルなんかな。で、靴のあれですね。どちらかというとシティホテルな感じですね。よいしょ。テレビが40インチぐらいあります。で、空気清浄機、今の時期は助かりますね。オン。はい、
で、お水のサービスがあります。で、除菌シートで、iPad があります。充電ケーブルがついてますね。よいしょ。ちっちゃなベンチがあって、でベッドは、150センチだったかなですね。150センチ、アクセントがついてます。で、頭周りはシンプルな感じですね。これがラン、久しぶりにラン見ました。と100V で、100V で、調光がついてるのかな。エントランスベッドルームがこちらで調整できます。ということは、これは 100V の電気ですね。 USB がついてなかったのでということになります。それで、他アメニティは、ほうじ茶と煎茶があります。よいしょ。これ全部引き出しになってんですね。久しぶりに見ました。というより珍しいですね。よいしょ。普通はもう開けてあるのがほとんどだと思うんですけど。で、ケトル、ドライヤー。ドライヤーがパナソニック製ですね。よいしょ。ここのとこお金かけてる。で、冷蔵庫も隠してあると。電気は、あ、で、冷たいわ、もう。結構冷たいです。よいしょ。で、お部屋に1個ついてくるよって書いてあった。マッサージクッションですね、これ。で、電気がどこにあるんだろう、どっかあるのかな。これの電気はどっかにあるよ。わかりません。ちょっと探してみます。使えるのかな？よし。わからないんでいいです。で、お風呂。よし、お風呂なんか綺麗ですね。よし。24時間換気。ドアがシースルーなのかな？よし。で、洗浄便座付きで、ヒゲ剃り、歯ブラシ、ヘアブラシと耳かき、あとハンドソープとフェイスソープがあります。で、これはどこのメーカーでしょうか。メーカーが分かりません。誰か知ってる人いたら教えてください。ペリカン石鹸って書いてあります。ペリカン石鹸です。初めて聞きました、すみません。ペリカン石鹸。お風呂はまあ大人一人余裕で入れるぐらいですね。ということです。以上です。このクッションなんですけど、ありました、裏に。ダン、これで使うことができます。そして、外の景色ですが、10階じゃない、9階か、今日は。こんな感じの感じで開きます。なんかすごいですね。最近流行ってんのかな、この変わったやつ。あれが、金沢が見えます。で、普通のカーテン。カーテンじゃないな、これは。カーテンだな。窓はちょっとちっちゃめですかね。まあ開かないようになってます。別に閉める必要もないかなって感じはするんですけど、まあ他の部屋が見えるわ。じゃあ閉めとこうか。ちょっと変わった形してますね。じゃあ閉めとこう。閉めとけば見れないじゃないかな。で、調光が多分これじゃあワン、これ寝るときに使うのかな。で、案内がなくて、で、ここは紙ベースなんだと思います。よし、こういうもの。
あ、これはあれだな、鏡だ。案内がないんだ。なるほど。ということです。で、案内はこの iPad でした。なんかこれで見れるみたいですね。フロアガイド、おすすめスポット、メッセージ、ガイドを読むと、よいしょ、案内、ずっと9階、これ最上階なのか、今いるとこは。朝食が6時半から10時半まで。今日は朝食付きプランにしてあるんで、明日は食べれます。で、フリーラウンジというのがありまして、朝食ラウンジスペースは無料のコーヒーマシンや14時から21時までワインまた2種、飲めるんだ。じゃあ後でちょっと日本酒かワインをいただきに行きましょうかね。ワインサーバーをご利用になる場合はフロントにお申し付けください。フロントでカードを渡します。ワインサーバーに挿入し、ワインまた日本酒を選びくださいませ。ということで1杯だけなんだろうな、きっと。ワインサーバー、これはいつ行こうかな、まあちょっとタイミングを見て行こうかと思います。で、避難経路の説明と、やっぱ夜がいいですね。よいしょ。テレビ番組表、インターネット、マニュアル、アンケート、予約。予約って何だろう。特別予約ページ。おお、5、6ヶ月先まで予約できんだ。まあ、あの土日とか人気ありますからね、あのもう先に予約しておくんでしょうけど、すごいですよ、なかなか取れませんからね。で、こちらは、マニュアル、マッサージクッションの使い方とかあるのか。フットマッサージャー、ここにはここの部屋はついてないお部屋なんであれです。で、クローゼット型クリーニング機っていうのがある部屋はあるんですね。フェイスチーマー、目覚まし時計、こういうのは、あ、目覚まし時計はあります。で、朝食、とりあえずご飯食べようかな。お昼ご飯まだなんです、実は。なので、あとでお昼ご飯食べてからワイン飲もうかな。で、最低がマイナス1度で、明日までずっと気温低い感じですね。で、寒いんでちょっとエアコンつけました。エアコンはダイキンの、あの新しいやつですね。で、まあ、あの温度設定が簡単にできると、いう感じになります。これは寝と思います。で、ここですね。ということで、もうちょっとゆっくりします。2階です。セカンドフロー、ランドリースペース。どうしよう。値段は普通の値段と同じぐらい。今7時35分です。バーが開いてると思うんで行ってみたいと思います。ワインがいただけるみたいなんで、さあ向かいます。
閉まります。 Door closing。一杯分いただけるということですね。1階です。 First floor。 リンクあります。お願いいたします。こちらもシャーベルでいらっしゃいますか。カフェラテ。かしこまりました。あとワインもいただきたいんですけど。かしこまりました。こちら3枚押していただくと反応しやすくなって。あ、はい、お部屋の方よろしいですか。急に違います。ありがとうございます。ただワインカードお待ちいたします。でワインのマシンです。たくさんあるんですね。1杯目は無料で2杯目から300円だそうです。普通にお外で飲むよりかは安いですね。いただきます。ということで最近はアルコールをちょっと飲んでますね。赤ワインも飲むようになりました。これが飲みやすい赤ワインでした。値段を見ると安いんですけど、私はこれでいいです。若いワインの方が飲みやすくていいですね。まあ味が分かってないといえばそれまでなんですけど。すぐに飲んでしまいましたのでお部屋戻ります。ということで戻ってきたんですけど、ワインをいただいてちょっと飲み足りないので今日はビールを買ってきてあります。これは GoTo トラベルのクーポンで買いました。ではいただきます。今日はプレミアムボルツです。ビールとか久しぶりですね。この前は金麦だったんで、バーカウンターの方は。いただきます。ちょっとさっきのワインが効いてますね。そんなに飲んでないんですけど、結構若いワインなんで味が甘かったです。赤ワインにしては。
赤ワインは若いと非常に飲みやすいですね。私は若い方が好きかもわかりません。まだ10年ものとかの味がわからないですね。非常に酸っぱいというか、コクはわかるんですけど、ちょっとどぎつい感じがして飲みづらいです。長期出張がですね、明けますので関西に戻ります。また関西の方でいろいろと、まあ今の現状を考えると難しいかもわかりませんけど、回っていこうかと思ってますんで、また機会があったらご視聴くださいませ。それじゃ。おはようございます。今の時間はだいたい6時30分ちょっと前ですね。これから朝ごはんなんですけど、今日ですね、関係ないんですけど雪が降ってます。でも積もってはないんですけどね。今日関西戻るんですけど、帰れんのかな俺じゃあちょっと朝ごはん食べて様子を伺って帰ろうと思います。それでは行きます。朝ごはんのチケットなんですけど、昨日発見してもらったんで、これを渡して入るそうです。注意事項が書いてます。当日のみ有効で、レストランスタッフにお渡しください。あとパジャマスリッパでのご利用はご遠慮くださいということで、ちゃんと普通に着替えていきます。それでは向かいます。ひっくり返して合図くださいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お好きな席どうぞ。はい、一人だったらいいですか。じゃあお済みになられます。こちらはマスク入れにお使いくださいませ。あ、はい、はい、それではこちらの受付コーナー入り口からお願いいたします。はい、ドリンクもすべて手袋先合いになります。あ、はい。まず右手を入れてくださいませ。自動手袋。はい。はい。はい、今度左手、手のひらを上でお願いします。手のひら上。はい。ありがとうございます。あとはゆっくりお楽しみくださいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。早速サラダを取っていきました。見るからにお野菜新鮮そうですよね。ドレッシングは3種類あり、和風ドレッシングを選択しました。こちらはクリームコロッケです。揚げたてでサクサクしてました。そして恒例のフェイント、
クランブルエッグを朝よく取るんですけども、ここのスクランブルエッグちょっと作り方が違うんですかね。バターも濃すぎずかなり美味しかったです。一度茹でて固めたものをほぐして柔らかくして、さらにまた半熟に混ぜたような感じでした。少し手間が入っているような感じがします。そしてブリの漬けです。この漬けがですね、とても素晴らしくて、しかも市場が近くにあるということで新鮮なものだということでした。煎茶漬けとかいろいろありましたが、これ次に行った時に変わってたんで、この時取っておけばよかったです。結構時間ごとにいろいろと変えてまして、で損ねたのも何個かありました。残念。パンは3種類だったかな。クロワッサン、チョコクロ、ベルギーワッフルです。1個ずついただきました。ドリンクはオレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュースとデトックスジュースがありました。あとはコーヒーマシンがあります。そしてこちらが2回目に行った時の映像です。ちょっと1回目と内容が変わってまして、まあ開け閉めしてるのちょっと行儀が悪いですが、ご容赦くださいませ。これぐらい和食が豊富だと和食の朝ごはんでもいいですよね。今回洋食だったんですけど、食べた後思いました。こちらはマスク入れなるものをいただきました。和風ドレッシングなんですけど、少し酸っぱめ、かつおだしがちょっと入ってるみたいで良かったです。お芋さんは想像した通りの味でした。おそらくこれについて想像外になることはあんまないと思います。で、驚いたのがこのスクランブルエッグでした。これがまた美味しかったんです。スクランブルエッグってあんまり美味しいものがないようなイメージだったんですけど、何なんでしょうね。ブリの漬けです。今回これが一番でした。寒ブリですかね。脂が乗っていて素晴らしかったです。クロワッサンはサクサクでした。10点中8点か9点ぐらいです。中がふわふわしてたのってどこだったかな、ちょっとあまり思い出せないんですけど。バッフルもいただきました。これちょっと温めとけばよかったですね。そして美味しかったパンとブリをおかわりしました。変な組み合わせですね。今見るとブリは味噌漬けをいただきました。やっぱり変な組み合わせですね。ごちそうさまでしたということで、お部屋に戻ります。食事が終わりましたということで、カードをひっくり返して出ました。ありがとうございます。
ってらっしゃいませ。おはようございます。今は7時25分ですね。そろそろ予定より早いんですけど出ようと思います。というのは、なんつっても金沢、今日雪みたいで、ちょっとだんだんひどくなってくるみたいで、私、大阪の方に戻んなきゃいけないんですけど、ちょっと車の運転自信ないんでですね、早めに出ようと思います。よいしょ。で、今回なんですけど、宿泊しまして、非常に、いろいろと細かいとこに気の利いたホテルだなぁと思いました。で、ベッドは、さすがに広くて、寝心地良かったんですけど、まあ、マッサージクッションなど、つけてあってですね。まあ、他のお部屋だと、フットマッサージャーとかついてるお部屋とか、あったみたいなんですけど、なかなか、結局使わなかったんですけど、私、うちにあるんでですね。これ、ビジネスユーザーとかには、かなり使い勝手よろしいと思います。で、iPad とかありまして、いろいろ設備の方はやはり新しいだけあって、充実してると思います。で、ちょっと曇りが、もう遠くの山なんかは、もう雪が積もってんですね。見えないよな、多分。雪が積もっててかなり怪しいです。で、空はめちゃくちゃ綺麗なんですけど、さあここから雪が降ってくるのかというところですね。で、ご飯が非常に美味しかったです。金沢石川のいろいろ特産品が揃えてあってですね、まあここのホテルの特徴はそこかなと思いました。で、よくスクランブルエッグとか置いてあるんですけど、スクランブルエッグが美味しいのが久しぶりでした。非常に美味しくいただきました。ウインナーとかソーセージは置いてなかったんですけどね。それ以上にブリのたたきとか五目飯とかあって、和食に非常に気を使ってるような感じでした。で、ブリのたたきがですね、油が乗っててむちゃくちゃ美味しかったんですけど、これが多分中では一番でした。まあ、他にもいろいろ細かく食べるとあると思いますので、もしよろしければ宿泊してみてください。それでは行きます。今金沢のホテルにいたんですけど、雪がめっちゃ降ってます。寒い。ご視聴ありがとうございました。ちょっとでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。